ハフ君持ち込み企画トレジャーマップ周回版を考えよう。イエーイ。それでは行きましょう。お願いします。久々じゃね、2人でトレクル。トレクル最近ガチャじゃしかも引いてなかったね。そうだね、一緒にこういうのとも1年以上ぶりぐらい。ぶりぐらいですね。お久しぶりです。マジそう。生きてました。まず生きてる。よかったです。一緒にやってたからたまに。はい、ということで今日はなんかね、トレジャーマップが来るんでしょ。また来るんですよね。だからそこで、うん、まあね、どういうパーティーがいいかってのをちょっと考えよう。考えましょうよ。これハーク持ち込み企画。なんかそういうのをやっていきたいと思います。やりましょうよ。やっていきたいと思います、はい、じゃあちょっといいよ。じゃあまず、うん、最初に、うん、もうトレジャーマップで、うん、ポイントアップするキャラが、うん、もう決まってるんですよ。なるほどね、うんうん、で、まあ、いつも通りの、うん、まあ、ガチャキャラ、うん、まあ、心がなんか今回限定のやつだと思うんですけど、こいつらを入れると2倍になりますってことで、うん、このフェス限とかを、うん、あとこのゾロは今イベントで配ってるゾロなんで、うん、簡単にゲットできるんですけど、うん、1.25 になるん で、うんうん、でその他ですね、これが 1.1 倍なので、うん、上が新キャラの4体で、うん、残りが麦わらの一味のやつがメインになってるんですけど、でこれ入れてったらなるべく入れてった方がいいんでしょ。そうです。だってあんま周回したくないじゃないですか、めんどくさいから。要は少ない数でゴールしきった方が、でで、まあ、回りやすい、ね、ポイントが倍率高いやつをいっぱい入れた方が早く終わりますよ、うん、って感じですね。なるほどね、なるほどね、はい、で、どんなの組むで、うん、組むというよりも今のを踏まえると、うん、とりあえずこういうキャラが僕の手間ちょっといるわけなんですよ。なるほど、なるほど、うん、どれでいくの。で、とりあえず、うん、まあ、ガチャはまあ絶対引くと思うんで、うんうんうん、あ、一応枠もさ、何ガチャ引いた時用に枠上げてあんの。そうですよ。引く上、別に出るまで引くわけじゃないですけど、一応シミュレーションを、そうです、シミュレーション組んでます、うん、はい、で、まずこれで、うん、とりあえずメインの周回になるんですけど、うん、まああくまで出たって想定なんですけど、うん、船長、ビビかウルージ、新春の、うんうんうん、出た。あ、これ今違うやつよね。今違うやつ。今これ昔のやつです。ああ、これ昔のやつ。これが出た時はここがスッと変わる。ここに入れるわけですよ。そのスライドして。ああ、これは何、ポイント稼ぎやすい。ポイント稼ぎやすくて、うん、回りやすいと思います多分。なるほどね。ゾロがイベントでゲットできる、うん、1.25 で、で下が 1.1 倍、うん、あ、なるほどね、はい、これは出なきゃ使えないんだ。出なきゃ使えないパーティー。なるほどね。でも、うん、もう多分みんなもうそんな感じになるだろう。なるほどなるほど。多分2倍なんだよ、ビビとウルージュは。あ、そうかそうか。普通にやってるのを半分に短縮できる、うん、あ、なるほどね、はい、はいはいはい、でかいと思うんですよね。他は次はで、うん、その次に、うん、これは、まあ、船長子、あとはあれですね、うん、同じキャラって使えないじゃないです か、 なんか一番最後のボスとか、ね、うん、船長何人か決めないといけないんですけど、まあ、サンジがあれなんですよね、強靭 2.5 倍なんで、うんうんうん、結構使いやすい感じ。なるほどね、はい。この相手のガチャ、ガチャで強靭のやつがいれば入れたいんですけど、誰が強靭かわからないですよね。てか強靭が いなかった場合、この2体に戦うことになるんですけど、それは無理です。他にいないですよ今のところ強靭の、ね、はい、ポイントアップのやつが、はい、いなかったら普通の強靭入れます、ね、で、うん、結構おすすめしたのがこのルフィなんですよね、うんうん、そうなんです。ルフィはタイプとか関係なく一味を 2.25 にして誰でもいい、ね、誰でもいいんですよ。だから、うん、今ここミホークしか入れてないですけど、うん、こっちにいるやつら誰でも入れても組めちゃうんで、変えればいいんですか。そうです、そうです、ボスによって、ね、そうです、ボスによって必殺技とかで、ね、こいつスロットを封じとか、うん、封じとかやってくる人に対して、うん、まあ適切なやつを入れて、うん、回せるんですね、ルフィだったら、ね、だら結構多分これここが結構ルフィが重要になるかなと思ったんで。あ、なるほどね。だからあれなんですよね、うん、ルフィ限界突破したいなと思ってます。あ、なるほど、はい、で頑張んないといいの。今ちょっとルフィ限界突破していい。いや、今はいい、今はいい、今は考えようのコーナー。後でやってくれ。後でやってくれればいいじゃん。ちょっとル、うん、限界突破したくなっちゃったんですけど、でやっぱりちょっと強いのがこうあれですよね、あ、ここ、トレジャーマップのキャラ、うん、はやっぱり基本的に入れたいですよ。うん、これはポイント稼ぎやすい。あ、これパーティーではないんですけど、うん、あ、これはもうこれでいくってわけじゃないんだ。これっていく、この中から組み合わせて、ね、なるほど、見やすくしてくれた。そうそう、いや、こっからこう、いつもこうやって僕考えるんですけど。あ、なるほどね、はい、でこっから使うキャラをこう今みたいにスライドして、そう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 、そんな感じです。でこれでいくわけではない、ね、これでいったら多分ほとんど倍率かからないんで。2人ゾロとミホークしか多分倍率かからないから激弱パーティーになりますけど。じゃあもうこの
ここにいるキャラは使っていくとポイントとかその、まあ使っていくキャラである。そう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 。ああ、なるほど、ね。けどもそれ考えてやれば、うん、あの結構早く終わる。ああ。楽に。ちょっとそれ苦手なんだけど。いつもだからちょっと、ちょっと教えてっていう。いつもこうやってやるから。じゃあその時はスマホ僕うちに送ってください。やっとくんで。いやでも今度教えてもらうってことね。あとはもうこんなもんで、個人的にちょっと、うん、あの同じキャラは無理なんですけど、うん、びっくりしたのが、うん、あれなんですよね。これあの抜けらの一味、これ超進化ですけど、うん、超進化と超進化もある別枠で、うん、それぞれポイントがつくみたいなんで、だから多分サンジをこれ超進化一回使っても、うん、進化前サンジも使って、かつポイントも入る、うん、あ、そういうことか。うん、要は一回こっきりだけど同じキャラだとね、はい、違う、このここずれてるんだよね。そうですそうですそうです。そういうことか。っていうのがちょっと、あ、そう扱えるんだと思いましたね。ね、多分ウソップとか結構こいつ使えるじゃないですか、うん、遅延3ターンなんで、うんうんうん、だ超進化前と、うん、超進化で1体ずつ別のパーティーに入れられますよっていう感じですか、ね、うん、なるほど、うん、すごいちゃんと考えられてる。意外とさすが自分の持ち込み企画ちょっと考えられてる。そういうのを利用するとまたちょっと、うん、なるほど、いろんなパーティー組めるんじゃないですかねみたいな感じです。こんな感じ、こんな感じです、ね、じゃあとりあえず今一応決まってるのは、はい、あの一番最初のところだ。とりあえずガチャ2体引くっていう、これを2体引かないとこれは始まらないんで。でも多分これ引いたら、うん、倍率結構エゴいことになるんですよね。すげ、多分4倍とかになります。すごいじゃん。で2倍期間とかまたあると思うんで、うん、8倍になるんですね。すごいじゃん。普通に回るよりも 8周分稼げるみたいな、うん、極論言うと、うん、やばいですよね。一応スーパー考えられて、まあただこれは引き次第ってこと。これ引き次第。引けなかったらこのまんまウルージこいつを使うことになるかもしれないみたいなパーティーですね。そういうことね、はい、なるほどなるほど。そんな感じ、そんな感じですね。と考えようコーナーですけど面白いね。考えようコーナー、意外とちょっと今後また持ち込み企画またやりましょう、うん、ま、でもケイさんも考えてくださいね。僕にだけ考えさせるんじゃなくて討論したい。あ、そういうこと、討論したい。そのレベルまで行くの、いや、ここはちょっとこれがいいんじゃないかみたいな言ってほしかったんですけど、それ言われちゃうとさ、はい、すげえ大変よそれ。俺が君ぐらい あのあれまで力量まで追いつかないでしょ。いやいやいや、僕はそんな力量ないですけど。逆にさ、僕なんかはさ、いつも最近生放送でね、特訓の森やってるんだけど、あー、はい、みんなに教えてもらうって、他力本願スタイルで他力本願で森を攻略してるんです。ガンガン売り出してるから今らしいです。ケイさんの売りは先は他力本願だ。みんな結構教えてくれるからね。はい、まあ、またちょっとこういう持ち込み企画やりたいと思います、ね。トレジャーマップもじゃあ、はい、頑張りましょう。その時はよろしくお願いします。うん、はい、じゃあ今日は終わりでーす。はーい、今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。なるほど。